ばんは、石田ゆらです。こんばんは、武井宏奈です。こんばんは、早川洋平です。さあ、始まりましたね。はい、はい、さあ、これね、配信される頃は8月のもう中下旬かと思いますが、はい、ようやく僕らはね、梅雨明けた、うん、本当ですね。いや、梅雨ね、本当に綺麗に天気予報全部晴れに変わりましたね。信じられないぐらい暑い。あっという間にセミが鳴き始めて、今日は33度4度だもんね、東京は。やっぱ暑いですね。なんかエアコンつけてムシムシすると、うん、早川さん長袖ですか？いや、長袖と見せかけてこう七分丈みたいな。いつもちゃんとした格好してないから、たまにはシャツにしてみようかなと思ったら、二人が割とすみません、 T シャツでした。いや、もう夏休みだからね。夏休みですね、うん、なのでね、これ見てる方もね、部屋を涼しく、はい、水分補給しつつ、うん、ね、ちょっとアイスのみの新しいバージョンなんかね、ヒロンさんの影響を受けながら、食べながらと思いますが、さあ、はい、冒頭でですけどね、皆様のおかげでですね、YouTube の方が、ね、1000人突破しました。おお、よかった。ありがとうございます。すごい。一気にというかね、あのコツコツ、うん、やってきましたね。これからもね、引き続きオトラジオをよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてそうそう、あのコメントとか質問またたくさんいただいてるんですけど、うん、はい、この間のあの俳句、おお、松尾芭蕉のね、はい、松尾芭蕉特集、楽しかったな、ありましたが、その時にほら、ひろなさんが思い出せない、はいはい、句が。そうあったと思うんですが、高校生の時にね、はい、解釈だけ覚えてるっていう。配信後すぐですね、この、はい、38歳女性の方からこんなコメントいただいてます、うんうん、先日の芭蕉の特集で武井さんが学生時代に感動した俳句、と言っていましたが、短歌です。もしかしてこれじゃないですか。いただいてます、うんうん、読みます、はい、白鳥は悲しからずや空の青、海の青にも染まず漂う、和歌山北水ですかね、じゃないかと言ってます。いや、でも鳥が出て青でっていうと、うん、多分この短歌だと思うよ。ですよね。いや、なんか、うん、あの私がの解釈のイメージ、残ってるイメージだと、うん、木なんですよね。森というか、その木の周りを鳥がこう舞っている、青々としたこう木の周りをっていう感じの解釈だったので、うん、多分ね、これじゃなさそうです。あら、せっかく。いや、でもね、それだったら多分ちょっとみんな出てこないから、大丈夫ですか、ちょっと聞いて募集しておこう。それ白昼わかんないっていうか、僕もかなり俳句読んでるけど、今の話だけで全然浮かんでこないわ。でも確かに空青だとこれだよね。うん、ちなみに、この方も、私も学生時代で初めて読んだのに、その条件に心奪われました。うん、学校や社会という確立された中で自分の個性を信じ、周りに染めらず生きていくぞという意味に感じられ、うん、不安定な10代後半には特に響く短歌なんだと思います。あ、そっか。なるほど、そういうふうに解釈したんだ。武井さんが鳥が出てきたとおっしゃった瞬間、うん、パッと思い浮かびました。当たってると嬉しいなーって、うん、世代が一緒だからね、もう私もやってる気がしますね、この短歌。なんでしょうね、短歌だったのかな、あれ。いや、短歌だったんじゃないの。だってその頃さ、ね、短歌と俳句ってよく分かってなかったでしょ、ほとんど。いや、そんなことないですよ。僕分かんない。五七五か五七五七七かですよね。そこは武井さん意外とかたくなに拒否しますね。さあ、では今週行きましょう。はい、今週行きましょう。はい、今週はイラさん。今週はですね、これね、僕たちの間ではもうすでにあの一般的なんですけど、はい、みんな三体って言われて、ね、このおとらじ聞いてる人はわかるかな。どうでしょう。え、三体ってなんか意味があるんですか。いや、だから三体って、うん、まあ当然ながら元はこの数学の三体問題っていうのがあるんだよね。あ、もうそこから文系の僕にはダメです。うん、だから3つの星があってお互いに重力を及ぼし合っていると、うんうん、安定した軌道はなかなか作れないっていう問題があって、はい、まあ、実際にはいくつか得意点みたいなのがあるんだけど、あのラグランジェポイントっていうガンダにも出てきた宇宙ステーション置く位置とかもそうなんですけど、まあでも、今僕たちの間で話題になっている三体といえば、デゼン、そっちですね。こっちです。こっちはわかる。さあ、皆さん読めますか。字が龍磁金、龍ってこういう字なんだね。龍磁金の三部作の中国 SF 小説、まあ、大作ですね。で、なんとここ今指で書かれてましたけど、世界で2700万部売れたという。意味不明ですね、2700万。いや、でもすごいよね。どういうこと、すごすぎる、うん、今のね、トランプの前のオバマ大統領もこれを読んで、うん、あ、そうみたいですね、すごく面白いと。議会で細々したことをやっているのより3体こっちの方が全然スケールがでかいと言ってるんですよね。で、ちなみにその3体の第1部がこれ、3部作の1部がこれですね、はい、3体1、うん、で、これが去年の夏に出たんですよ。
はい、そして今年の夏、僕池袋のジュンク堂で見つけてしまいました。ズズン、色が、はい、色がブルーになって上下巻になった。あ、上下巻なんだ。はい、3対2暗黒森林上と下ですね、うん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 、で、これね、かなり話題になって、みんなも名前だけは聞いてると思うんだけど、実際に読んでる人はそんないないんですよ。なので結構売れてる割には意外と周りいないですね。いやだって例えばさ、日本で SF で10万部売れるってもうものすごいことなんだけど、翻訳物のすごい、ね、でもそれでもさ、例えば10万でも20万でもいいけど、1億2700万の中の10万とか20万だからね。うんうん、あ、そうか、割合でいけば確かにすごいけど、落ち着いて考えたらそんなパーセンテージ高くない、うん、そうそうそう、1000人に1人も読んでないっていうのが実際なのよ。確かに、なるほど、うん、まあ気になるけどちょっと手出しづらいっていうのは正直ある。古典には確かに並んでるけど、ね、うん、ということで今回はですね、あんまり興味がない人は話だけ聞いて全部わかるように話しますで、まあ話を聞いた上では面白そうだと思う人はぜひこの3体の1と2を読んでみてください、うん、ちなみに最終巻の第3部が出るのは来年だそうです。あ、そうなんですか、忘れちゃいそう。これ当然中国ではもう全部出てるんですよね、うん、全部出てます。中国でもアメリカでも全部出てるね。日本だとやっぱりその翻訳に時間かかったり、そうだね、やっぱりちょっとタイムラグがあるってことなんじゃないかな、うん、これでも2人ともね、読んでもらったんでしょ。読みました。うん、どうだった。 SF、うん、結構イラさんここで SF 特集やったじゃないですか、うん、はいはいはい、それで SF いくつか読んでみて、うん、すごい難しいなと思って、ちょっと結構苦手意識あったんですけど、うん、3体は割と読みやすかったです。読みやすい、ね、身近に感じました、うん、そのゲームが出てくるところとか、なんかちょっとまあ後で話あると思うんですけど、なんか人が乾いてなんか乾燥人間になっちゃうとか、なんかちょっと発想が、子供がこう発想してもおかしくないようなことが結構出てたので、うん、親近感が湧いて結構私は読みやすかったですね。そうね、その3体のさ、うん、成人っていうのが体を乾燥させて宇宙を、うん、飛行するっていう設定なんだよね、人工冬眠じゃなくてで、水分を抜くとペラペラになっちゃうっていうのがさ、そうそう、もう中国の昔のホラー話みたいで面白かったね。早川さんはどうでした。いやでも確かにさっきのこう日野菜さんがほら書店で見てもなかなか取りづらいって言ってたのに通ずるのか分かんないんですけど、うん、やっぱりこうなんだろうな、偽らざる気持ちを言うと、なんかその中国のこう小説とか読んだことがなかったので、うん、まあ、もちろん翻訳本ですけど、なんか読みにくそうかなっていう、なんか歴史も詳しくないしみたいなイメージがあったんですけど、うんうん、最初数ページ、ああなんかちょっとそう文化大学名とか出てきて、俺、と思ったけど、読んでたら、さっきの日野さんの話じゃないけど、なんかその歴史とか意外と知らなくても、うん、やっぱりそういう描写とかで、なんかぐいぐい引き込まれてって結構読みやすかった。ね、そうね、で結構なんか残酷だからね、うん、あ、そうですね、うん、そこら辺はちょっと読みどころあるよね。そうそうそう、うん、ということで、じゃあまず、3体の1の方から、はい、軽くさらってみますか。はい、はい、はい、もうね、本当にこの大人ちでは、あれ覚えてますか、世界の悪人ベスト10、うん、はい、大殺戮、そう、世界で大殺戮をやったベスト10のうちの第3位以内に入ってたよね、毛沢東は。入ってました。1位だか2位だか3位は入ってた毛沢東っていうのがまた本当に困ったおじいさんで、1960年代半ば65年ぐらいから自分がちょっと勢いが落ちたもんだから国中に号令をかけるんですよ、うん、要は西洋型の知識とかあるような人は全部ダメだ、偉いのは労働者なんだって言って、学校で生徒たちにお前たちは学校の教師をちゃんと指導しないといけないって言ってめちゃめちゃなことをやらすんです。で、中国ではこの1960年代の半ばに校長先生とか教頭先生、あるいは西洋的なことを教えていた西洋の数学、西洋の物理学、社会学、心理学みたいなことを教えた人たちがたくさん殺されるの、うんうん、それは腐った思想だからって。というわけでこの小説の頭のところはですね、その文化大革命から入るんですよね。ですよね。そういうことか。やっと分かったぞ。自分の生徒がさ、うん、自分の生徒が自分を殺しに来る校長先生の気分ってすごいよね。すごい話です。恐ろしい。はい。で、1966年の文化大革命でヒロインのイエ・ウンジュンっていうのかな、ヨウさんのお父さん、物理学者なんだけど、が見ている目の前で殺されちゃうんだよね。で、このヒロイン、ヨウさんが絶望しちゃうの。ああ、なんて国だ。人間ってなんて残酷なんだ。というところから、そもそももう恐ろしい危険なことを始めちゃうわけですね。その頃、なぜかですね、科学フロンティアっ
まあ、これ後に三体教会というのになるんですけど、三体の文化の進化っていうかな、人間を諦めて三体星人に地球を支配してもらいたいっていう人、科学者の集団と、もう一つ謎の VR ゲーム三体っていうのが流行るんだよね。で、ゲームによってあり、科学者の集団ばかによって、三体星人は自分たちのことを崇める、仲間とか進化を地球の中に作り出すっていうのが、だんだんと進んでいくんです。三体星人、いきなり宇宙人が出てくるってことですか？そうで、この三体星人っていうのがさ、これ、よくわかんなくなかった設定が、わかんないですね。要するに三体っていうのは、まあ、地球から何十光年か離れている恒星なんだけど、ダブルスターなんだよね。二重恒星でその周りを惑星が回っているんで、この太陽2つの位置関係が変わったりすると途端に天変地異が起きて絶滅しちゃうのね、ほとんど。で、その絶滅をなんとか逃げ延びるために体を乾燥させて地面の中に潜るとか、そういうことをやっているわけ。で、この人たちは、何？いいよ。ごめんなさい。あの3体のゲームの中に出てくる人たちは3体星人なんですか？いや、あれはゲームの中なんだけど、ほぼ現実と一緒っていうこと。そこが混ざりますよね、確かに。そこが、そうそう、なんか、これは現実に起こってることだみたいなこと言ってましたよね、なんか。うん。あの、だから実際に3体の星で起きたことを VR のゲームにしたのが VR ゲーム3体なのよ。だから何度も何度も絶滅の危機に瀕しているんで、3体星人はもうこんな星嫌だ。どこかに自分たちが移住できるような素晴らしい環境のいい星はないかってずーっと探してるんだけど、なかったところに、このイェウンジンさん、この後、お父さんが殺された後、自分も天体物理学者みたいになるんだよね。で、政府の秘密の施設にで働くことになってですね、そこで太陽のエネルギーを使った巨大な送信機があるのね。中国の山奥、チベットかなんかの方に。そこに潜り込んで、ヨウさんは地球の位置を送っちゃうんですよね。位置送信。そう、どこかから来て、こんなダメな人類を正してください。これってさ、何かに似てない？中国の歴史でやったじゃん。今、中国の本土、国々がこんなに乱れているのは、今の為政者が良くないからなので、空からもう一人天使を使わせてください。天使思想なの。だから、宇宙から人類を正しく導く、来てください。人を来てくださいって言って、呼び込む相手が、でももっと最悪の皇帝、悪の皇帝3体だったっていう話なわけね。ああ、じゃあそのバックグラウンドが必要だな。うん。ヨウさんは知ってて、その地球の位置を送っちゃったんですか？違う。ヨウさんは天使が来ると思ってるわけ。天使っていうのは、あ、そっかそっか。天の使いの方じゃないよ。うん。ああ。国を、そう、国を、とこでやった。そうそう。地球全体を正しく治めてくれる皇帝を求めているわけ。うん、で、皇帝を求めるために地球の三次元座標を宇宙に、全宇宙に発信しちゃうの。そこで三体はそれを聞いて、うわ、そんないい星があるんだ。しかもそこは恒星が二つなくて一個で、気候もすごく安定していて、誰も大絶滅とかしていない。よしよし、美味しいねっていうことで、でもほっとくとさ、地球がどんどん進歩しちゃうじゃない。ということで、謎の量子コンピューター、超小型のコンピューターを地球に送り込むんだよね。うまく次元を超えたかなんかよくわかんない方法で。これがよくわかんないの、本当にホラー話なの。でこのソフォン、チシっていうのは、トモコじゃなくてチシなんだけど。あ、トモコさんかと思いましたよ。あの、ネットなんですよ、言ってみれば。インターネット。そう。要するに、インターネットを超小型の粒子にして、地球に大量にばらまくわけ。でもそれがね、なんでできるのかが読んでもよくわかんないの。イラさんでもわかんない。うん、なんか謎めいた説明ちょっとしてるんだけど、謎めいた。このソフォンだけは、あれができるんだよね。要するに、超高速で移動が、あっという間に地球に来ちゃうからさ。で、これは要するにネットだから、通信しているあらゆる情報をスパイできて、それを地球から3体に送れる。しかも、実験に干渉できるっていうのよ。これ、量子コンピューターだから。量子コンピューターってなんだ？いや、だから、その量子がコンピューターになっているものって言うんだけど、それも、イメージだけ、これホラー話と一緒、さっきの感想と一緒。そうなんですね。うまく解説はできないってことか。なので、今、あれをやってるじゃない。量子と量子、原子と核をぶつけて、新しい量子がある、どんなのがあるみたいなので、ヨーロッパなんかでも直径50キロの電磁的な輪の中でぶつけ合うっていう衝突実験ね。すいません、僕ら文系の。で、それの実験結果をあのダメにしちゃうわけ、これは。あ、介在して、なんかこう、ちょっと。なの、そう。だから要は、物理学はもうこれ以上進歩できないようにさせられちゃうの、これの力で。なるほど、そういうことか。
え、それは分かんないと全然分かんないんだけど。いや、もうだからなんでそのなんだ物理学者とかその科学者をとにかく、うん、あの、うん、死に追いやろうとするじゃないですか、うん、思考で、はいはい、うん、なんでだろうなってずっと。あ、じゃあこのイラさんの解説ここでみんな分かった人多いんじゃないですか。分かった分かった、そういうことか。そうそうそう、ようやく読めるな。400年間あったら3対1に負けないぐらい人類が進歩しちゃうかもしれないじゃない、うんうんうん、なので物理学の根本の実験をできないようにさせるっていうのがこれなのよ。スパイができた上に物理学はもう進歩しない、これによって。なので地球はいつも見張られてる上、これ以上3体星人に対抗する手段を作れなくなるっていう、うん、まあ、要は3体の1っていうのはそれが分かればいいんです。もうですね、なのでこれ1を読まないで、なんか2の方が面白そうだから 2だけ読みたいっていう人は今の話を覚えていてください。中国で絶望した女性の科学者が地球の新しい皇帝を呼び寄せるために、うん、宇宙に地球の位置を送信した。それを地獄のような星に住んでいる三体星人というのが傍受して大艦隊を送り込んで400年後征服しに来る。で、地球の人類がその400年間に大進歩しないように知識っていう量子コンピューターを送りつけてスパイ活動をした上、実験を全部ダメにしてしまう、うん、それが分かればこれを読まずにここから入ります。なるほど。なるほど。飛び級できます。これまさにいい感じにイラさんまとめてもらいましたけどね、はい、もちろん詳しくはね、この後の完全版でご覧いただいて、僕らも詳しく聞いていきたいと思いますけど、最後にその一つなんだろう。やっぱり、まあ、イラさん個人的にでもいいですし、うん、なぜこれほどまでに、ちょっともう確信っちゃ確信ですけど、こんな今世界でヒットしてるんですかね。うん、その気持ちって何でしょう。一つは世界中の人が、中国のことを知りたがってるんだよね。共産党のニュースは出るよ。習近平が何をした、視察したコロナウイルスのところを見に行ったとかさ、災害を見に行ったとか出るんだけど、実際のところ中国の人たちだったり中国の文化についてみんな知らないんで、やっぱそこのところが大きいと思う。これだけ世界中で発達してきている、経済成長して世界中で乗している中国だけど、何を考えてるのっていうのが分からなかったところが、これは世界中のみんなによくわかるエンタメの形で中国人の考え方がすごくよく出てるのよ。さっきの天使の思想なんかもそうですよね。そう、だからこれも日本人でもまだ撮っていないアメリカの SF の賞、ヒューゴー賞っていうのを撮ってる。 ありましたね、はい、前SF 特集の時にやったよね。出てきましたね。ヒューゴー賞は読者が投票して選ぶ賞だって。あれニューロマンサーとかも撮ったんでしたっけ。そうそう、ニューロマンサーも撮ってる、はい、うん、なので結構アメリカでも広く支持された SF であるわけ。うんうんうん、だからそう考えるとやっぱり中国の国力っていうのが大きいんじゃないかな、うん、ちなみに3対4のはちょっとしんどいなっていう人でネットフリックス入ってたら、この同じ劉慈欣さんのですね短編を元にした流浪の地球っていうのが中国映画で、ネットフリックスに入ってるから、それをちょっと読めばこの雰囲気はわかります。あ、ちょっと雰囲気は味わえますね。ちなみにその映画は中国で、まあ、CG だらけの超大作なんだけど、中国で確かね600億円ぐらい当たってる、興行収入が。君の名はの倍当たったので、ちょっと見てみて、時間がある人は。正直ね、映画としては大した出来じゃないんだけど、でも、あ、中国もこういう映画を作るようになったんだっていうのは分かると思います。うん、ぜひね、それ見た上でね。そうですね。反対、続きの方はじゃあ、引き続きこの、はい、ニコ動の方で、こちら下に URL がありますので。はい、後編の2冊に関しては、ちゃんとネタバレありで、すべて語ってしまうので、はい、もうこれに3冊読むのしんどいなっていう人は、ニコ動の方で聞いてください。うん、はい。さあ、そして最後ですが、Q&A 一つやっていきましょうか。そうですね。はい。ではでは。24歳の女性からです。いつも Spotify のポッドキャストでカナダから音ラジオを拝聴しています。かっこいいですね。うん。イラさんの穏やかな口調が耳にとても心地よく、日課のウォーキングがはかどります。物心ついた頃、小学校5年生か6年生あたりから生きることの意味、人生のつまらなさ、虚しさや自分の価値を常に疑問として生きてきました。うん、大人になればもっと自分の人生について楽観視できるようになると、か、海外に行けば自分の殻から抜け出せばこの適量感は消えると信じて、高校卒業後大学進学をせず自分でお金を貯めて留学を経て、現在はカナダで永住権を取得して滞在しています。偉いね、頑張ったね、よく、ね、ご縁があり素敵な彼と出会うことができ結婚し、最近では第一子妊娠も発覚しました、うん、こんなに恵まれていることもなかなかないと十分理解しております。ですが反面、幸せなはずなのにどこか満足いかないような感覚、
と何のために生きているのかなと思ってしまう、自分に一体価値はあるのかなど、このような自分や自分の人生に対して10年以上もネガティブな感情を抱きながらどうやって母親になるのだろうと思ってしまいます、うんうん、この自分への不足感や感情を消す方法、もしくはうまく付き合っていく方法はあると思いますか？ネガティブな部分はどう対処されていますか？という質問です。あのね、うん、それに関しては誰でも虚しいんだよね、うん、だってさ、僕昨日実は YouTube でブラックミュージックの歴史みたいなのを調べてたのよ、うん、でプリンスとかマイケル・ジャクソンとかマービン・ゲイとか見たんだけど、うん、みんな全然幸福じゃないの、スーパースターなのに。あ、そうなんだ。そう、マイケルもプリンスも例のプロポフォールだっけ、麻酔薬で死んじゃうじゃない、オーバードースで。でマービン・ゲイは40代半ばで、まあ牧師のお父さんっていうのはひどい男なんだけど、うん、お父さんにライフで撃ち殺されるの。どんなに成功して魅力があって素敵素敵って言われてる人でも、そういう虚しさとか寂しさとかみんな持ってるんだよね。今このね、女性が抱えているのは、母親になろうが結婚しようがカナダに行こうが寂しさは絶対消せないのよ。でもそれを心の中でどんどん大きくして、自分から餌をあげてね、やってしまうと怪物になっちゃうから、そういうのは誰もが持っていて、寂しかったり虚しかったりするのが普通なんだよっていうふうに思えばいいと思う。わあ、すごい。餌をあげないか。なるほど。確かに餌あげるとどんどんどんな状況でも増えますよね、うん、でかくなる。そう、だから逃げ場を作るといいんじゃないかな。自分はこれをやってると本当に楽しい。オタクの人だったらね、アイドルでも漫画でもアニメでもいいけど、なんかそういう逃げ場があるじゃない、うん、だから自分の逃げ場を作って、あまりその虚しさみたいなことに集中しない方がいいと思う。なるほどな。人間の心の中にあるいろんな感情って、それにスポットを当ててじーっとそこに集中してると、どん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 大きくなって心がもう真っ暗になっちゃうじゃない、うんうん、いや本当そう。暗黒森林になっちゃうんです。わ、うんうん、あ、なるほど。なので、あの自分の心をですね、あの、うん、全部食われないようにしないといけないね。それは本当に気をつけて、うん、あのそれはとっても危険なことなので、もともと少しそういう素養があるから、あの僕もなんか虚しいと思うよ。生きてても何の意味もないし、目的もないし、人間ってただ生まれてるじゃん。この時代は選んでないよね。親も選んでない、国も選んでない、生まれる土地も選んでないよね。うん、何も選ばずに、ただポンと生まれて、で、なんとかしろって言われてるだけなんで、辛くてしんどいのが当たり前。なので、それでいいんだと思ってください。で、言っとくけど、生きることに意味があるとか、うん、この頑張ることが正しいみたいなことは全部嘘っぱちだから。そうか、うん、あの嘘だからね。生命は素晴らしいとか、おいおいそれが素晴らしいんなら蚊とか殺すなよって思わない、うん、確かに。逆にその大前提に立つと、なんかちょっとふっとね、うん、まあもちろんいろんな大変なことあるけど、ちょっと変わりますね、うん、そう、あの人間は本当に目的も意味も価値もない、うん、なので勝手に作ればいいし、勝手にないと思ってもいいので、好きにしていいから、ともかく自分の中にあるネガティブな感情ばっかり育てないようにしてくれればいいです。いやでも本当になんか何もない自分をこう、なんて言うの、本当餌をやるじゃないですけど、なんか責めちゃうというか、なんかそんな自分をこう受け入れられないってやっぱどうしても思っちゃいますけど、そんなことなんか思う必要もそもそもないということになります。だってさ、あの最低の人間って山のように言うじゃない。毛沢東でもヒットラーでもいいし、うん、あるいは本当に人を殺すような人もたくさんいるわけじゃん、うん、まあ、1年間に、ね、何千人かは、うん、そういうので考えたら普通に暮らしてさ、うん、辛いなしんどいなって言いながらなんとか頑張っているんだったら、もうそれで十分なんだよ、人間なんて、うん、でもさ、イラさん質問です、うん、はい、人ってその自分の正しさっていうか、その正しさを押し付けたりとか、うん、人を説教するじゃないですか、うんうんうん、あれは なんでなんですか。いや、それは要はさ、あの人間って社会的な生き物なので、説教をすることで2つ効果があるのよ。説教をできる自分はより正しい人間である、うん、で説教をすることで自分の意見を広めて多数派を作れる。だから要は、自己顕示欲と、あとは多数派の力を得たいっていう、その2つが説教欲の中にあるわけ。説教欲、うん、だからそれはこの人はそうなんだな、自分が正しくて一個上に行きたい人なんだな、あるいは自分の意見を増やして数で社会に影響を与えたい人なんだなって思えばいいんじゃない。まあどっちにしろ説教するやつって大したことがないので、ああ小物だなって思えばいい、うん、なるほど。じゃあまあね、さっきの話なんですけど、著名な人でもみんないろんなそのさっきの説教感あるし、うん、
なんか僕からするとちょっとあのステレオタイプで恐縮ですけど、この方がねもうカナダからあのトラジ拝聴してましたけども、うら羨ましくてってなっちゃいますか。つまり環境とかみんな関係なくみんなある関係ないね、あるんですね。誰でもあります。ちなみにあの、イラさんと早川さん、お子さんいらっしゃるじゃないですか。うん、あの、この方が、あの、子育ての先輩として、これだけは自分の子供に言わないようにしていることとか、気をつけていることなどあれば教えてくださいっていう。あのね、そういう縛りを作ると、どんどん窮屈になるから、うん、言いたいことを言って、ダメな時にはダメな親だなって落ち込めばいいんだよ。みんな、褒めて育てるとかさ、子供はこういうふうにすると立派になるとか、いるでしょ、うんうん、もう最近さ、日経の、あのお悩み相談でも書いたんだけど、はい、親であることを、まあ、本屋とか行くとさめちゃめちゃあるじゃない、うん、うちの子供は全員医学部ですとかさ、ね、弁護士になりましたとかもうクソみたいないう子育ても、うん、あんなものをもう全部ゴミだから一切しない。天才に育てろとかね、うんうん、お前のどこが天才なんだってやつがそんな本書いてるからお前の親は失敗したなって話だよね、うんうん、なるほど。あ、じゃあもう何でしょう、こういう自分になろうとか、そのこの人に、うん、この人にとってああいう自分になろうとかっていう理想を作るんじゃなくて、もう自分は自分のまま親になればいいし自分であればいいということなんですかね、うん、だってそれ以外できないからね。まあそうなんです、まあ、しようとするとさっきの説教する人と一緒になりますよね。まあ確かにそういうことになります、うん、いやもちろんガチガチに固めることはできるよ、うん、でもそれはなかなか難しいよね、うん、要するに芸能とか、まあ、音楽とか役者とかスポーツ、子供はスーパースターで有名になってるけど実は親子関係がめちゃくちゃでひどいっていうパターンあるじゃない、うん、最近ね自殺して亡くなった役者さんもお母さんとのトラブル抱えてたでしょ、うん、ああいうことが本当にザラにあるので、うん、僕はあんまり子供を立派に育てようとか自分の考えの型にはめて、ね、切り刻んだりしない方がいいなとは思いますよ、うん、なるほど。なのでやめた方がいい、これを言っちゃいけないみたいなことを作るのが弱いよね。うん、しんどいよ。そうかそうか。そうですね。いや、勉強になります。はい、ありがとうございます。質問でした、はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。さあ、ということで、この3体の、これは1巻ですか、2巻。もろもろ詳しくは、この後後半でお届けしたいと思います。はい、それではまた、後ほど。はい、さよなら。